はい、はい、おはよう。はい、なんすかこれは。ディオ、これね、ディオ、ディオ、ディオって言うんだよね。そう、ディオのホンダだよね。ホンダのディオだね。これね、平成4年式。4年、平成4年、買ったのが平成4年だと思うんだ。買ったの平成4年、多分。これはディオのなんていう、平成4年だったよ、グレードなんだろう。シティモーメント、50cc の登録が最初が4年だ。4年、6月、結婚する前か。そうだね。 MR2 より古いか。古い古い、 MR2 より古い。 でこれね、実は1回盗難にあってんの。盗難、ちょっと見て、ここ、ほら、ここ、あ、筋わかる。うん、折られてね。折られた。はあ。で、ここ本当は両方ついてるわけ。あれあれ、あ、そうなんだ、やっぱりそうなんだ。変だなと思ったんだけど、これ1個取られちゃった。ええー、うん、やっぱこれないんだ、こういう仕様。でも法律的には片方でいいんだよね。あ、そうなんだ、うん、あ、し、仕様でないのかと思ってたら、ないんだ。で、盗まれて、うん、ね、警察届けたら、うん、近所に盗んだ人がいた。はい、近所っつっても、うちから5キロぐらい南に行ったところの。よく5キロで盗んだね。俺がね、ちょっと鍵を抜き忘れてた時があるの。そしたらすぐ乗ってくれちゃった。ああ、そう、そう。警察がね、気づいてくれて、うん、やっぱこれおかしいって言うんで、うん、で、すぐその人多分捕まったんじゃないかな。あ、うん、それはね、捕まるわな。そういう人って結構常習犯なんだよ。ああ、結構やってんだよね。なるほど。釣って持ってったんじゃなくて、クレーンで釣って持ってったんじゃなくて、海外へ売るんじゃなくて、自分で乗ろうと思って近所の人が盗んだ。へえ、すごいよね。すごい、まあ、だから近所で盗む勇気がすごい、まあ、だから出てきたんだけど。2サイクルだよこれ。あ、そう、そう、2サイクル、ね、だからうるさいよね。でもこの賑やかさが好きな人いっぱいいるじゃん。うん、ディオね。じゃあこれあげるよ。本当。大型二輪を取ったから。そうね、うん。この大型の二輪を。これね、バッテリー上がっちゃってるから、踏まないとかかんない。お、キックスターターだ。そうだね。わかる。わかるね。急にガーって上げると止まっちゃう。うん。なかなかだからかからない。うん。今ほらちょっと動かしてみたから、うんうん、答え。本当にだからこの辺に鍵付きっぱなしで置いていくと本当に盗まれるよ。そうだ、これ結構欲しい人多いから。なるほど、わかんないけど多分多いらしいよ、もう平成4年。へー、ファンが多いんか。そう、なるほど、よろしく。じゃあディオが盗まれた話でした。